はい、なんかいい天気ですね。冬だとは思えん。今年は本当そうだな。もうそろそろお昼なんで12時半ですね。さてさて何するべなんて思いながらゴム焼き作っちゃおうということになりまして、お好み焼きだよ。糖質制限なのいいのって感じだよね。っていうのはね、このイカがね、イカがあるのと、あとは豚のバラ肉があるんでね、このバラ肉があると、バラ肉はこっちだったかな。これと、今日はね、バラ肉は薄めの肉じゃないとね、うまくないんで、で、お好み焼きしましょうね。って言っても、大阪じゃなくて広島のお好み焼きにしましょう。広島お好み焼き、これあんまり新潟の人知らないよね、広島お好み焼きってね。たまにあのお祭りで来ますけど、まあそんなには詳しく知らないんでね、大阪のお好み焼きとの違いね。僕大阪に行ってたし、あと広島にも友人がいて、広島のお好み焼きのね友達がいて、両方とも好きなんですけどね、今日は広島で行きます。どこ違うねん言われちゃいそうですよね。糖質制限してるのにお好み焼き食べていいのとかいうバカがいるしさ出るわよ。なんかあの大豆の粉使って食えばいいんだとかさ、もうそれ自分の顧問してる会社で大豆の粉売ってんだから、俺そういうのなんかマッチポンプっていうか泥棒の泥棒っていうかさ、大嫌いだよあいつ。あいつって誰だ、やめだやめまあね、糖尿病お金っつってそれで商売してる連中なんてのはろくなもんじゃないやな。糖尿病が怖いって言っても血糖値が悪いんじゃなくて、あくまで僕の疾患よ。もちろん血糖値が高いために起こる疾患もあるはずなんだけれども、それ以上に血糖値が高いようなタイプの食事っていうのは、その乾燥と生成工程を通ってるから、食事の中で本当に必要なものね、それが失われると。それは食品の中に入っているそれで一個一個の細胞だよね。これも全部細胞でできてるわけですから、細胞の中に入っている水がみんな乾燥されてなくなっちゃうってことだよね。そこが問題なんだ。俺が勝手に決めてるわけだけどね、そういうわけじゃないんだよ。去年福井で石塚さんやんって人 の研究家の方とお会いしてきたんだけど、だから小麦粉いいんだよ別に、炭水化物いいんですよ、そんなカチカチに。炭水化物毒じゃないんだから。ただそれは炭水化物を使って作った食事がだい、あのなんていうの、食事がちゃんとこういう、これね、こっち油をこっち移します。ちゃんとっていうかさ、まずね、素材の中の細胞質の中に入っているさまざまな、さまざまなその細胞の中に入っている水、代謝物がものすごくたくさん入ってて、それ自身がもう大変大事な栄養が入って、栄養ってことを使いたくないよね、生命が入ってるって言った方がいい。栄養ってのはなんかあの分析してって
しまったものが栄養だからね、分析しきれないものがあるはずなんで、それの方が大事だな。ね、それだけ修理します。これ早いでしょ、クレープの生地ですよね。クレープ生地、クレープ生地。そしてこのキャベツを美味しく食べるのが広島お好み焼きのやつだね。細く切るんだよね、本当はね。でもちょっと今日はこの細くじゃなくてこういう風に切ってやろうと思います。本当はもやし入るんだけど、あのなんていうの、ブラックマッペもやしっていうか、あのあんま水っぽくないもやしが入るんだけどね。ちょっとみじん切っちゃいます、めんどくせえから。いやー、やっぱ薄く切った方がよかったな、おい。ちょっと多いぜ。まあいいか。まあいいの。はい。いいと思いました。これね、表面油がちゃんと、ちょっと厚すぎるな。クレープと一緒だからね、クレープと一緒だからね、熱すぎたらちゃんと温度下げてるのにダメ。クレープと一緒で焦げちゃうともうダメですから。うん、もういいかな。はい、そしたらここに行きましょうか。パヤパーン、弱火でいきましょう。で、ちょっとなってきたところでキャベツ食べましょう。ちょっと多いね、こんなでいいか。こんなでいいかい、パヤッパで、こちらで豚のバラ肉を、これ2回か3回やってんじゃないかな、このシリーズ。1000回。今日で1000回なんですけど。1000回のうち2、3回やってたと思うんですよね。ここでね、こうやってね、上に蓋をしちゃいます。あれでね、ちょっとここにかけて。ちょっとここにね、こうかけて。かけてやってね。で、下からこう熱せられてくると、このなんていうの、キャベツがどんどん熱せられますからね。これがね、いいとこだね。で、熱が上がりきらないようにこの肉が蓋になってますでしょ。これくるっとここでひっくり返します。すごいね、この豚の油ね。おー、いいね。ゆっくりゆっくりこれはね、ほぐされていきますね。大きい方のね、こう動くでしょ、ちゃんとね。
こう動くところは大事よね。で、下から結構強めに熱しても、強めに熱しても、あの、みんな、あの、なんだっけ、フォアトが、キャベツが、吸収してくれますからね。で、もう一方法で焼きそばね、この焼きそばをチンします。なんかチンするって言っていいよね。はい、それでこちらで見てやると、今イカがありますからね、このイカね。このイカ使っちゃいましょう。全部使おうか。全部使うの？うん、使おう。全部使おう。もうこれ、古いし。うん、そうしよう。全部使います。このイカを全部使っちゃいましょう。悪くなったよね。だんだんあの音が変わってくるでしょ。まあ、だんだん、あ、来たなって感じしますね。どこに来たん？おい、どこに来たん？なんで、このぐらいまで来たところでね、キャベツを丸ごと、おいおい、ちょっと危なそうだな。ひっくり返したとき、ひっくり失敗しそうだね。やっぱキャベツもちょっと切っておけばよかったね。まあいいよね。これはそのまんま、おいしょっと。ちょっとこうなっちゃったね。まあいいっしょ。これは蓋になりますよね。で、豚のバラ肉がね、しっかりと一番底に来ましたね。で、あの、おばあちゃんはこうやってギュ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 って何度も何度も押すんだけど、僕は、パイ皿のチューをつけましょう。チューだ。ね、で、こっちは入ります。こっち焼きそばみたいな。焼きそばどんどんパイパイでね。豚バラ肉もいいね。はい、卵もあるでやん。もうすごいね、ジュージュー音がしております。ジュージュー。下もちょっと上げてやってね。キャベツやっぱ細く切ればよかったなぁ。こんなこと言っててもしょうがないよね。確かね、こういう感じで軌道を見てます。合ってるかな。骨を行くぞ。はい、今イカ焼きそばになってきたね。これすごいね、このイカ。うわ、何入れたい。で、ここにちょっと水を入れてもね、ちょっとイカ多かったね。うん、まあいいよね。ちょっとイカ、ああ、イカの香りがすごい上手。はい。
取りたいと思います。あー、ビール買ってこよう。ちくしょう、買ってきが作ってしまいましたよな。失敗したね。もう一つはね、よかった。ビール買ってくりゃよかったよな。イカとこうね、ちょっと油が足りない感じしますけど、まあいいね。イカが混ざり込んでいくんですね。もうちょい油を入れてあげよう。600回目ぐらいにやってるんだけどね、その時にはね、ちょっと最後に卵入れてないんだよね。なぜか。それもありかなしかよくわかんないんだよね。こういうのってさ、結局は何が正しいとか何が間違ってるとかないんだよね。うまけりゃいいんだよ、マリが。あ、すげえ。食わないとこ。イカの旨味がね、この麺が吸い込んでくれる。炭水化物って旨味を吸い込んで、それでなんか増幅してくれるよね。そこが素晴らしいところですよね。で、この粉をちょっとこう、上からかけて、ね、で、おお、もういいぐらいだね。十分混ぜたろ。それを、これね、鉄板が出てると楽なんだけどね、この横に、よいしょ、混ぜてあげましょう。ちょっとね、折り足りんね。キャベツちゃんとすりゃよかったね。はい、乗りました。キャベツこれじゃダメだったね。まあいいやね。まあこういうこともあるさ。で、こちらに最後目玉焼きを置いて、この人たちがドズンといったらね、キャベツやっぱりちょっと失敗だったね。スライサーで細く長く切った方が美味しいよね。確かに。うんうん、十分美味しい。面白い、これ油出てないのに。ちょっとこっち側に。
蜜入れるの忘れた。うわ失敗した。まあいいやね、潰れてるとこういう風なことに考えるようにしましょう。まあそんなに気にしない気にしない。なんか1000回目らしいね。広島お好み焼きってのはさ、最後卵がこうなって卵でまとまってくれないと困るんだけどね。まとまってくれたところで返してやらないとさ。なんかピピ言ってる。冷蔵庫ピピ言ってますね。まあいいっしょ。これで3人分ぐらいのお昼飯ですよね。あービール買ってきて、誰か買ってきて。あ、買ってこいよお前。まあ、グーグル買ってこい。買ってきてよ、グーグル。とかさ、それはアレクサの方が専門だよね。持ってきて、アレクサ。ビール。うん。豚がもうちょっと、ちょりっと焼けてないと、おいしくなかったもんね。やっぱこれもこうやってやると、動くでしょ。返さなくていいか。ちょっと今日キャベツがばらけてるからさ、返すとさばらけそうな気がしてね。まあいいか、返してみろと。うまそうじゃろ。そうなんだよな、この間これ忘れてた、卵に入れましたね。卵は最後はまとめてくれるんだよね。で今じっくりとお尻の方の最初の皮のところにね、味が入り込んでいきますから、この味噌ソースとこれとね、これでね。青のり、青のり、青のり、青のり。あ、青のり最後か。あ、そうだよ、最後だよ。あ、もうダメだ。NG、もう一回撮り直し。何言ってんだよ。バカ言ってんじゃないよ。もううまそうでもうたまらんで。ちょっと最初は失敗しましたけど。失敗なんてもうないんだよ、料理には。そうそう、食べ物さんたちがみんな喜んでくれてんだ。でちょっとこうね、側でケチャップ、ソース焦がしたりするんだよね。またそれがうまかったですよね。チュク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 。はい、じゃあこの鉄板から直接食べてちょうだいということで、メンチカツもあるでよ。じゃあ皆さんも美味しいお昼ご飯食べてちょうだいね。な、まゆ。まゆ、まゆ、まゆ。まゆ、ほら、キャベツやるぞ、キャベツ。ちょっと余っちゃったから、ほら。はい、まゆちゃん、キャベツ喜んで食べております。僕もキャベツ喜んで食べます。じゃあねー。